はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、日本酒です。これはレアです。地酒ですね、いわゆる。地元でしか売ってません。多分。菊水のですね、このメーカーは有名なんですが、柴田の酒という、まあ僕の住んでるとこ、この柴田市っていうとこなんですが、そこでしか売ってない、菊水酒、酒造株式会社のお酒です。菊水の柴田の酒 1.8 リットルしか売ってませんでした。値段がね、なんと超安い。1200円ぐらいで売ってた。清酒です。原材料名が米麹、醸造アルコール。アルコール度数が15度。良質な地元柴田市産の米を 100% 使用。なんで、うん。新潟県の柴田市の米を 100% 使用しているという。米の旨味を十分に引き出し、膨らみのある味わいに仕上がりました。幅広い料理と相性が良く、冷やでも缶でも楽しめますと。味わいと飲み頃温度が書いてありますが、淡麗と濃厚の一番中間にあって、香りが一番穏やかだと書いてありますね。そして、ロック以外の冷やしてとか常温とか人肌感とか熱感に合うと書いてあります。うん、これはレアですよ。柴田の酒。ちょっとね、柴田さんの酒ということで、日本酒ということで、まあ、柴田の米しか使ってないということで、これは買わざるを得ないだろうと思ってちょっと買ってしまった衝動買いというやつです。あ、硬い。硬い。これ硬い、これ。あ、これね、結構開けるの、コツがいるんだよ、これ。よいしょ。よいしょ。そんじゃ、いただきましょう。柴田市。ちなみに今日はね、クリスマスイブになりました。今鳴ったばっかりです。早速、乾杯。イブ、日本酒でもいただきますか。ね。うん。あ、結構甘い。なんか、ちょっと変な香りがするな。製造年月日が12月の今年の5日です。ああ、うん。20日前ですね。うん。なんかちょっと独特な香りがするぞ。なんか、なんだろう、わかんないけど。うん。それなりに美味しい。ただ、結構甘いですね。うん。でも、あんまり、芳醇じゃないんで、結構、コクはあんまりないと思います。で、これ、菊水の柴田の酒ね、ググっても出てこないんですよ。菊水の、サイトにも載ってないんですよ。うん。だからかなりレアですね。うん。だから日本酒度とかが載ってない。うん。感じですね。うん。でもこれは結構、多分日本酒度プラスマイナス0ぐらいじゃないかな。感覚として結構甘いんで。うん。結構甘いっすね。うん。個人的にもうちょっと辛くてキリッとしてるやつがいいかな。画像で検索するとね、結構出てくるんですけど、ただ、日本酒とか詳しいのが載ってるのが、多分ないですね。うん。やっぱね、今ぐらいの時期に、これが入荷されるみたいですね。ちょっとなんか変わった味すんな。菊水の一番搾りに比べると、だいぶ甘さを抑えられてますけども、うん、なんかちょっとマスカットっぽい味するな。うん、マスカットっぽいな、これな。うん。ああ。うん。菊水ね、むっちゃ高いやつあるんだ、これも。なんか、菊水のね、レアなやつあるみたいですよ。菊水の、船口一番搾りの本醸造の生原酒とか。ここら辺高いみたいだね。まあ、船口は俺あんまり好きじゃないんで。甘いんで俺好きじゃないんですよ。だから、なるべくもうちょっと辛いやつを飲みたいかな。でも1200円安いよね。 1.8 リットルで1200円、ね、うん、1200円は安いな。ほんともっと安いやつだと1000円とかのやつあるからね。一升 1.8 リットルで1000円とかの日本酒あるからね。ちょっとそれも飲んでみたい気もするんだけど、ちっちゃいのがないからね。越後桜とか、だったかな。ほんと安いやつは、本当に安いやつ、あるからね。一応、新潟の、越後桜は飲んでみたいんだけど、越後桜。安いよね。1000円切るんだもん。これ美味しかった気がするんだけど。越後桜。ただ一升瓶は、もうちょっとちっちゃいやつ欲しいよね。あ、そうそう、白鳥蔵がめちゃくちゃうまかった記憶があるんだ。越後桜の白鳥蔵っていう、新潟県限定のね、日本酒があるんですけど。これうまかった。そうだ。そうだ、越後桜っつえばもうこの白鳥蔵がうまいんだ。カップ酒でね、パック酒の、ね、パックの 180ml100 円ぐらいで売ってるやつがあるんですけど、これがうまいんだよ。越後桜。普通にこれ美味しいよね、越後桜はね。うん。だって一升1000円とか、1000円切るぐらいで売ってたりするからね。安っと思って。でも確かにこの白鳥グラ俺昔飲んだけど、うまかったなぁ。うまかったなぁ、確かな。日本酒度がプラス6で、アルコール度数 15.5 度、新潟県内。新潟県産 100% 米使用。糖類3味料無添加、辛口のうま酒ですって書いてある。いや、これ美味しいよ。白鳥蔵。これ美味しかった。新潟県のこれ。阿賀野市のあれか。蔵なんだ。近いな。これ、阿賀野の酒か。阿賀野市か。これ美味しかったね。もう、それしか俺、飲んだことないからな、越後桜のやつはね。白鳥蔵。2リッターで1000円だもん。安っ。2リッター1000円だもんな。安っ。うん。こりゃいいな。はあ。ああ、白鳥蔵久々に飲みたくなってきたな。これコンビニでも多分売ってるんだよな。普通にコンビニでパック酒で売ってるんですよ、これ。うん。白鳥蔵美味しいよね。うん、まあ、地酒ですよ、いわゆる。俺の、だって、この白鳥蔵も、柴田の隣の、市のところだけどね。柴田市の隣の市の、隣のあれだ。隣のあれだもん。すぐ、下の方ですよ。うん。白鳥蔵。あー、でもこれも結構、まあ美味しい。結構すっきりはしてるんだけど、やっぱ甘いんだよな。コクは確かにないんだけど、口当たりがちょっと甘いですね。うん。久々にちょっと熱燗でも飲んでみようかな。うん。うん。ああ。白鳥蔵が美味しいってことは多分、あるね。白鳥蔵、俺が昔の昔あげたやつが。おすすめ度4だって。うん。だと思ったわ、俺も。まあ、これ、新潟県限定ですからね。当然これも新潟限定だし、新潟のしかも新発田市限定だから。売ってるとこは新発田市しかない。新潟県の中でも新発田市しか売ってない。まあ、別に新発田市しか売ってないからうまいっていうことでもないんだけど。ただ、新発田の酒、米で作ってるから、新発田しか売ってないんでしょ、多分。うまい。今度越後桜も買ってみようかな。ただあんまりでかいの俺買いたくないんだよな。カップ酒とかさ、こういうでかいやつ買ってさ、これ今回はこれたまたま買ったけどさ、安くてこう、まずかったりすると大変だからね。消費しきれん。消費しきれなくなるかな。うん。まあ、ということでね。まあ、早速ですが、まあ、クリスマスイブということでね、皆さん、まあ、お達者でという。お達者でお暮らしくださいとしか言えない。特に予定はありませんが。予定はないというより、まあ、仕事じゃないから休みだからまだいいんだけど。これが仕事だったりするともう、本当に今日は何もない普通の日でしたっていう感じで終わっちゃうからね。まあ割とこれはまあ普通ぐらいかな。美味しさとしてはね。2433です。ご視聴ありがとうございました。